じゃあ、今日の御言葉を開きます。新約聖書。六回福音書一章。二十六節より。三十八節まで読みましょう。<coughs> 声出して、どうぞ。六月目。に天使カブレールは。ナゼレという彼らの町に、神から遣わされた。食べてけの。 ヨセフという人が人の言い名付けである乙女のところに使わされたのであるその乙女の名はマリアと言った天使は彼女のところに来て言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられるマリアはこの言葉に戸惑い一体この挨拶は何のことかと考え込んだすると天使は言ったマリア恐れることはないあなたは神から恵みを頂いた,だいた あなたは身ごもっておの子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことよ言われる。神である主は彼に父・ダビデのオーダーをくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に行った。どうしてそのようなことがありえましょうか私はおの人を知りませんのに。 天使は答えた。精霊があなたに下り、糸を高い方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも、年を取っているが、男の子を身ごもっている。本人の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことなどは何とつない、マリアは言った。私は主のしためです。 お言葉通りにこの身になりますようにそこで天使は去っていったアメン主なる神様今日も天下の人間の罪を背負って十字架で死なれ死の力お墓の力を見事に打ち砕き約束通りに三日後の復活を出しておられて 全人類の救い主となっておったイエスキとの皆に対する信仰を告白した子供たちがこの場におりますイエスに対する信仰告白にふさわしい身を結び神の子供として生きる信仰生活に必要な何があっても世に打ちがち神の御国を受け継ぐまで信仰を守り抜くことができる 正しい信仰をこの礼拝を通して明確に示してくださり一度生まれて死後には裁きがあって天国と地国に分かれていく人生の永遠なる道なりにおいて何があっても疲れずに何があっても騙されず負けずに必ず死の御国まで受け継ぐまで命の道を 右にも左にもそれぞれにまっすぐに歩むことができるよう、主の聖霊の不思議な力を求める子どもたちに注いで助けてください。イエスキとの尊き皆でお祈りいたします。アメン。ハレルヤあ。来週はクリスマスの礼拝。 すなわちシュイエスが誕生されたことを記念する礼拝となりますがこの意味こそ人として生まれた我々において何よりも重要なことなんです。問題はその意味も分かんないままその日までその礼拝にまで臨み全く礼拝の本質を関係ないような無駄な礼拝となってしまってはいけませんので。ああ 事前にもう一度、主イエスの誕生の秘密を考えながら、それと我々の信仰生活がどうであるべきかをともに深く考えながら、この礼拝を通して、準備あるいは勝利をともにするようなことになってほしい。ハレルヤですから、今日の説教のテーマは、 みんな一緒に口さんでみます。イエスの誕生の秘密と信仰生活。ハレルヤ。イエス様は世をつくった神様であります。しかし世に誕生されてきました。この世に生まれてきました。世と人をつくった神様がこの世にまだ生まれてきました。 人間の理屈では考えられない。とんでもない話です。全然、理にかなわない話。こんなチンポンカンポンの話を誰かの前ですると、おのと、気が変じゃない。おかしくなってるよ。と言われるはずのこと、聖書は平気で、我々に伝えいてます。これこそが、人が生きてる世界と、 神が作られた世界との大きな違いを物語る出来事であり話であります。テスラらどうもこのように一度生まれた我々の認識ではそ,そのままでは一度生まれた認識では受け付けにくい話であるのは当然ですよ。別の世界の話を自分の中に入れて一致させないといけないような話なんです。全く異質文化を まるで生まれながら自分が生まれ育ったふるさとの文化のように受け入れないと理解ができないような話なんです。だから信仰なしに聞くと違和感を感じるのは当然なんです。私もイエス様を信じない時にはクリスチャンたちのやってることはほとんどは気になかった。クリスチャンたちがやってることはほとんど気に入らないことをばかりやってると思ったの。一番 もし宗教を持つならばお寺はいいと思ったお寺は年に一度ぐらい顔出してもお坊さんに喜んでもらえの勝ちしとことんまた下げてくれないからそしてその山菜をとってご飯と野菜を作っておいしい料理まで立たれたらもうこれ 本当に飽きることなくおいしくた食べれる。別に何度も何度も訪ねていかなくても絶対注意されない。私が一番、イエス様ま信者時に言い当だったのが人に何か指摘されて言われることでした。ですから、大学の教授を道を目指した理由はそこにあるの。誰にも言われない。 自分の分野で頑張って研究して教えればあとはたっぷり給料は出るし1年の半分はお酒飲めるし人にいちいち言われる社員たちの姿を見て上司に人間としての生き方ではないこれは自分の意思はないのもう全く言われたら「かしこまりました」言われていきなり「かしこまりました」おお軍隊でもないし。 こんなな世界で生きてい,けないと早いうちから大学の3年の時からアルバイトしたのがそういう世界を経験するチャンスとなってもう飽きてしまったのですから選んだのが大学の教授しかないと思った誰にも干渉されない独自の分野を研究だけちゃんとやればいいで大学生に教えるレベルの研究なんて大したもんじゃないの 基本がだからもうそんな一生懸命研究にポッとしなくてもいいしですからクシャンたちがもう毎日周週一回教会とか毎朝朝から起きて、えー、変な声出して祈ったりしてるて話を聞いたらいやー気持ち悪い理解ができない世界の話だったからしかしいざ信仰を持つ決心をして イエス様にを信じる決心をしてから、主の霊がわれ私の中に入って、私の気分感情を心から支配するようになってからは、全てが変わったの。まず変わったのが、やるならば徹底的にやるべきだと。何いい加減に生きるべきだったと思ってた人間、ね、この人間がいきなりやるならば徹底的にやるべきだと。性格は変わってしまった。なんで、これは 100年のための人生じゃなくて、無限に続く人生の話だから、いい感が許されない、許されちゃいけない。そしてもう一つは、自分の力だけで生きても、納得できる結果を出していけるんだったら、神の皆を信じながらは、なおさら素晴らしい結果を出さないといけない。そうでないと信じた意味がないから。 この2つの心が私を支配するようになった。しかもこれは神の霊から与えられた心だろうとが後から分かったの。神の精霊から与えられて、気分が心から考えた生き方が変えられてしまった。自然と変わったんゃなくて変えられたんですよ。自分の意志を力を超える範囲の力によって変えられたことが後から分かったの。 そして聖書を読み聖書を悟るようになったら聖霊の働きないと何もできないんだ同じ玄算だっても向かう方向は違ってしまう聖霊によって生きる人と相談な人の違いが分かりつけば180度ぐらい近い違うものそれに気がつきましてひたすら聖霊ばかりを求めるために しもべと呼ば,れた呼ばれて従う決心をした瞬間からサモニと2人で毎日7時間祈ろう。これは誰かに言われた話じゃない。聖霊に促されて自ら決めた話だまずこれか、うん、祈りからスタートしよう。なんで聖霊の力を受けるためにそうじゃないと何にもできない。方向すら見つけ出せないからよ。 あいう向かっているつもりだっても、他に逃げていると同じような結果が出るのが自分で生きる信仰さで,ですからまず徹底的に主の精霊の権能に満たれるためには、十分祈ることが一番大事だと、そう誘って、そう決めてスタートして、今まで悔いがありませんよ。聖書的に言うと、そう求めれば求めるほど、人の人生が、 素晴らしくなります強くななりりまますす強それで永遠に神の国でも一番神の近くに王座につかしてもらえるようになります。そういう約束は聖書全体にあるのを見て最初の決心を今までいやできれば祈ろうと思うの俺はできれば祈ろう。先週も飛行機の中で9時間くらい祈りながらも体はもう本当に丸太になる体が丸太。 くくなってくるしかしにもかか,わらずかかわらず祈りをやめなかったそれが主の礼によって生きる秘血だからそれが人間のレベルを超えて神の領域の中で保障される人生だから東大は大変だけど主がそ,のそれに応えるようになった瞬間からは 人がたとりつけ、つくっできない、領域に自分が入っていることはもう経験できて、証ができる、これが、キリスト教の、唯一の、他が、マネスラ、できない、神の技じゃない約束 t s 作った人を作った、チェのなる神の話だ、どの話だからその力によって生きた、結果を持って、これ見よがしね、証はできる話だから。おとめが見ごもって、男の子、うんだような話が、 聖書では常識なの全く非常識のような話が神の子になった人たちにおいてはこれは常識になる経験ができるようになる人にも勧めることはできるよなるのな進められた人が同じく行えばあえても同じ結果を出してもらえる神にこういう話なんですこれより桁の違う世界の神の子になる世界の話が世においては見つけたことすらできない 比べ物にもならないこの世にあるものとはそういう領域の話なの。これを一度でも経験したいとはあとは全てをかけるべきですよ。全てをかけるべきですし。宇宙の中にある全てを手に入れてもこういう経験が一つもできないからハレルヤ。アメです。うん。皆さん。 イエスキーとの誕生の秘密を知るだけでも信仰世界でそれ以上疑問が残っちゃいけないのと弱さが残ってはなりませんよ疑いがあってもなりませんよこれ竹雄が分かっても信仰の土台が神の国に行くまで揺れてはなりません乙女の誕生イエ家主との誕生は乙女による誕生なのその秘密が 難しい秘密じゃない。秘密な信じればすぐ見えてくる秘密なの。これが分かればカーテンのように垂らされていた不信仰の疑いの幕が一瞬なくなってしまい当たり前のように、当たり前のようにもう信仰生活全ては言われてやるものではない。自ら進んで最善を尽くすべきものであるとか見えてくる、見えてくる。 私は邪魔され、祈りと断食を邪魔あ、それが全てじゃないから、それだけやるんじゃないと。そう言われて、邪魔されたことは、でも、もっと頑張ればえきだと言われたことは、人間からは一回もないそれ、後からそれが分かって、世の教科の教えが、連れてることが見えてきた。見えてきたら、イエス様の話がまた見えてきた。イエス様の教えと反対にしているの。 イエス様は最善を尽くせ祈りも絶えず呼吸,呼吸のようにやりなさいと。息を呼吸をするかのように祈るべきだと。絶えず絶え間なく。休まずやるべきだと。世の人々はいい加減にそれがべてゃない。僕たちからは何度も聞いてるの。それがべてゃないと。いや、私が経験してみたらそれがべてだった。 全てであること分かって、聖書の言葉と照らし合わせたら、イエス様はそう教えてるのを絶えずやりなさいと。絶えず。ハルヤ。聖書の教えから連れてしまった世の教会を改革レベルでこれから変えていかないといけないのが、皆さんの任務であると信じる人だけ、アーメンとおっ様に思い切ろうて人生の目標を正しくまず立てていくべきであります。 ほとんどのクシャンが教会が目標が連れてるのなんで基準が正しい信理に立ってないからよ。聖書と聖霊によって信仰の土台を立てれば全てが当たり前か全てが最善を尽くすべき絶えず自ら進んで頑張るべきことが土台が連れてから人間本位に人間の判断に連れてって。 そこからの出発だから <coughs> 適当にすべきだ。これはためを持っ,って言ってくれてんだけども、ためだことで妨害になる。麦茶なんかありますか <coughs> ハレルヤ <coughs>。乙女の誕生。もし神が、神の天使が天から使わされて、 乙女マリアに近づいて「マリアよあなたは身ごもって男の子を産めと」と神がこういう命令を下されたならばマリアは大変だったでしょうこのまま飲んでいいですかうん 同じもの持ってきたのま、これは麦茶な変なものな牧師を愛しすぎて強烈な農業を持ってきてご,らんごめんなさい麦茶いっぱいくださいこれ麦茶じゃないんですようんじて麦茶の味はこう変わったの普通の麦茶 <laughs> すごい強烈で喉を攻撃するの <laughs> これ味見なさいあんた持っていてうて、ん、これが麦茶ですそう同じく見えてもらうものは全然違うもの喉をやられちゃいますこれはあれ <coughs> ルヤやじゃあ <laughs> もしマリアに神の天使が現れてあなたは身語もって男の子を産みなさいこれは神の命令だと言われたらマリアはどうするの乙女なのに結婚してご主人がいないのに一人でマリアよ子を産めって言われたら産めますか皆さん、メアーメン誰が産めと言った 何, <laughs> 何この女、一人でこう埋めるって、マリアがそう言われたら、マリアは一生、果たせない任務を課せられる、これより過酷な、命を投げても埋めない、命を尽くしてもできない、そういう過酷な命令をよく出されたら、マリアはもう大変ですよ。 アーメンできます神はそういう命令をなさった覚えが今まで一回もないの。あなたに的なことでもあなたが弱くてもできるように神の精霊を共に約束をして信仰すら見せれば神の精霊によってそれが可能になるようにされます。神の精霊を 約束せずにいろいろとメイられたら人はそのうち何も神の命令のに生きることはできませんと。あめです。だから信仰生活は1から10まで。神の聖霊の助けがないと、つれちゃうの。自分の気分感が判断でたとえやろうとしてもできるはずがないし。 そういう気持ちになるのも気持ちになるのも難しいのなんで肉の思いでは神の命令に従うそういう思いが生じることは難しいアーメンですよですから神はいつも聖霊の権威と力を約束した中で聖霊の神の権威力で助ける守る導くことを前提としていろいろと命じられています だから、我々は信仰を合わせて、あとは神の聖霊の力を求めれば不可能はないような信仰になるんだって。話です。神は絶対に聖霊の約束なしには何も命じることはありませんから。問題は信じる者どもが聖霊は求めないで。自分の気分感情。心力だけで。神の言葉を判断しようとするし、判断の段階から。 判断できるはずがないのこの,この頭の要領では神の言葉が理解できませんよ。生霊を受けるとそれが悟るようになる。だか生霊を受けたクルちゃんは神に直するものになるし生霊を受けてないクルちゃんはキリストに神に直することができないとローマ書8の9節では分かりやすく。 これほども小学生すら分かるような形で、サトルまでもない認めればいい話か。聖書は理解をゃなので、ただ認めればいい話だ。んなんか変な距離のように、すごい文章で、理屈っぽいこといろいろとたくさん書いて、なんか真理を見せかけるような話と違う。聖書はなんか神の声が見えもしないような普通のことばっかり書いてあるの。 違うの？聖書読んだことはそれぐらいは悟るべきだよ。聖書には難しい言葉がないの。聖書の文章は誰が読んでも分かる話、ただ、認めるか、認めないかの観点によって、見えてくる人と見えてこないと。アメン。メン聖書シン、ミツにセイドクソルト、に導けないと、教会もクルチャンの人生も始まらないということが書いてあります。 刑事録最後まで、聖霊に聞く人だけが勝利を得ると書いてあります。その聖霊は、真珠のものをイエスに導くイエスを表して明かしてくださるイエスを証明してくださると言ってます。イエスの言葉を諭してくださると言ってます。流れが見えてくるの、聖書をもとああ、イエス様、真珠の人は聖霊を求めるべきだ、求めるべきだ。 せい聖霊を求めていると聖霊は我々をイエスにたどり着かせるんだ。これがながらは見えてくるの。ハレルヤ見えてきたら目を隠しても見えてくるの。聞こえてきたら耳を隠しても聞こえてくるの。聖霊を求めるとそれが叶のみな。 生理の力を共にすると、乙女が身ごもって男の子を産む、乙女が一人でよ、ご主人の子種をいただかなくても、いや自分の子種、卵子を使わなくても、自然に生理の力で、自分の体質と遺伝子と関係なく子供が生まれてきて、ただ自分は道を提供しただけになる。神が計画されたことは、自分が信仰を合わせて、神が計画されたことは、 リクとなって堅実に現れるこれはス様の誕生なのアメです意味が見えますかイエス様の誕生は1から10まで精霊の力によって神の言葉がイエス様の体を成してくるようにされたこれが分かれば他のこともそう信じれば結果は同じく 言葉が自分の人生に実現するようになります。言葉が実現するともう生きるレベルが神のレベルになります。奇跡は自分が本物になった、神の子になった、神が共にされるんだということを裏付けてくれる人な,なのが共に奇きなのれる。我々が求められたら聖霊が働きます。聖霊が働いたら 奇跡が伴いますそれが我々のか神の子であると神が保証証拠を付けてくださる印だとことなのこれは初心者にも経験できる普遍的な話であることこういう説教すれば、はあ、僕自分だけがそれができると信抱しできるとこんな 目があっても見えないと、説教、この説教、同じく聞いてからも判断が狂ってしまう人がいるの、いるの。そういう人が記者をやったり、そういう人がポッカりするの。やっちゃダメなのアメン皆さんにも適論して。じゃあ、乙女が身ごもって、こう生んだ秘密は、シのノレイがマリアと共にされたからだ。インマニュエル。シュノレイがインマニュエルされると、 マリアが一人ではできない、乙女としてはできないことを、皆さんと私はできないことが、神のレベルでできるようになるの。そしたら乙女,乙女が自分の乱子も旦那の子だねももらってないのに、神である方は自分の体と通って世に現れて、世に現れた方がマリアの体を通ってきたことを、走らない方が生まれてきたの。 でも子を産んだマデアであるはずのマリアはその方をシュタと呼んだんですよ。それでは、走ためが幸いな女になったと、陸道考えて言うと自分の子によって自分が幸いな女になったと言ってる。でもその方をシュッと呼ぶようになるの。生まれた子供にシュッと呼ぶんですよ。なんでマリアは誕生の秘密が分かっていましたからよ。 見ごる前から主の天使から告げられたとおり主の霊によって生まれてくる方は自分のマリアの子ではなくてマリアの遺伝子と関係なく生まれてくる神の霊の力で生まれてくる神の子だということが自然に分かっていましたからだからマリアはカナのニ年の式典で不動詞がなく,亡くなった時に家来たちは葡萄酒が不動詞がなくなったとイエス様に頼む人々まで この方が何を言っちゃけてもその通りにしなさい。そうすれば亡くなった不動酒の問題が解決できる。マリアはイエスをどう信じるべきであるか、秘密がもう分かったの。自分が乙女なのにう、こうん、埋めたからです。信仰生活はこうすればマリアのように100、100発100何をやっても勝利。訓練があっても失敗はない。アーメンできますか マリアが経験した通りのことを家来たちに告げたら、葡萄酒が足りなくなった婚礼式度に、水を汲めと家様の言葉が与えられたの。水を汲みなさい。葡萄酒が欲しいのに、ここが痛いのに、これをやれと言われるの。今、管にかかったのに、教会に来て頑張れと言われるまずこれを癒してほしい。と求めてるのに、教会に来てこれくのことをやってみて、こう頑張りなさいと。 とんでもない考えてないことを言わされたら言い渡されたらどうするの求めていることにこだわらず言われたことをすればいいの。不動手にこだわらず水を汲めと言われたらそれに従えばいいの。結果は主が出します。ちょうど必要なものを。ハレルヤ。アメマリアが 단로 예수로 단저로 힘있자 집은데 와카테를까라. 기적을 일으나는 것도 와카테를노. 지고예수의이와르도리서 물이 군데 무지오 품에 부동시 와ず자 미타사레루. 고래 두타츠다와카테뭐신고생활자 소레니 모도지테 서면바스베가쇼리난세이래 요라제니와. 人が神の領域に近づくことはできないの。生霊によって始めて、で,ですから皆さん、イエスの皆を生まれながらもう日本ぐらいだったら、聞いてはいたじゃないの。そうすると、信じたくなるはずなの。分かってるならば。でも、ほとんどの日本人が信じないのは、精霊がその人と共に働いてないから。精霊が働くように、誰かが取り出してあげて、それで、 テラシが当たる時に本人がそれにここを空を開けば信じるのは当然になるの。聖霊が働かないからこの国にクリシャンが増えないんです。アメン、生霊が全てです。聖霊が働かない教会はノンクリシャンとほぼ変わりがないの。個人も教会も一緒なの。アメンできますえー、っと。 上野にホームレス伝道いくつかの団体や教会をやってるなのにうち,がうちに金曜日にも上野に行けと言われた時に祈ったんで何もうすでにやってるのにやってないところに行けばと思って祈ったら上野に行くべき理由を主が見せただ悪の勢力がそこを支配してるのに誰もこれと戦わないの私はそこに入っていったら 四方八方から隠れてた悪の勢力が姿を現して輪になって私を攻めてくる射程距離の中に入ってきた時に彼らがみんなこの中からピカピカる日本刀を取り出して私を切ろうとするんですよ一瞬私がシュアーッと呼んだら天使たちが何十目も現れて一瞬相手を全部やっつけてくれる が示しておったそれから分かったのは、ああ、ある団体や教会の組織がそこで長年伝道してるんだけども、誰もこういう戦いは挑まずに、陸のレベルでやってるだけなの。だからそこから、サタンから、縛りから通されて、神に立ち返れる道がまだ開かれてないから、お前らが入ってこれをやるんだというのを。 示してもらってから金曜日に上に上の公園の集会に行くようになったんですねわかりました話か聖霊によって悪の処理との戦いに勝利なしには何をやってても無駄なの相変わらずサタンはそこへ金取っていてそこを支配してるのそこの人々を支配してるの聖霊のレベルでやらないとサタンが通する彼らを放っておくの 相手しななくても自分たちは負けないからよ戦わなくても放っといても勝利できるレベルの活動ではないからサは放っておくんですよ意味がわかってみだからこれを砕いて本当に縛りから救い出す天道救いに至る天道をするためにはお前らが入って例の戦いをやるべきだとワンカットでしか見せてたの。 それから納得しました、分かりましたと言って、上に行きました。上に、もう朝から祈っても、に上に向かって車に乗っていても、喉を襲ってくるの、説教できないように、今、わかりました説教しながらも祈らないといけないぐらいに、戦いは激しかったんですよ。じゃあ だから今やってるのは信仰生活があるいは教会が意味がないところがあって意味があるところがあるんだと聖霊によってやるかそうじゃないかによってこういうふうに分けられてしまうんだとレベルがサタンに打ち勝つレベルがあってサタンの試合下でただ宗教的なレベルの活動をしているだけのレベルがあるんだということをまずは,はっきりと知るべきです先週の火曜日はポクシーとサムニーはそしてキム・イヘン 幹事はインドネシアに行ってきました行く前から刑事があったりしてあ結果的に行くようになったんだけどこの3泊4日のインドネシア訪問がまさにこういう礼的なことを皆さんと私にもう一度はっきりと示してくださるきっかけとなった。行く前前から6ヶ月,前に6月にに そのキム・ヨン・カの娘のと娘と孫がここにき初めて来た時にああ彼女は集中合議のたんびに来るべきだなあという思いが牧師に与えられてからことはスタートしました。それでも別に彼女に対するそういう思いがあってもまあ積極的なあれはなかったんだけど。 1か月2か月ぐらい前からいで、うん、もこう来てほしいという話もあったしでどうしようかなという思いの中で祈り始めた祈り始めた時にイギリスからもちょうどそういう話が来て当時に乗りました当時に乗ったらイギリスは行くなというはっとした掲示がありましたなのにインドネシアは行くべきだる という思いが与えられて行く前に祈ったらシェバの女王の話が「列王期象の出世」出生の話が与えられたうんやっぱり何か意味があるんだともう牧師は心の中でほぼここまで来たら間違いないと思ったんだけど彼女は「しもべて言われてんだ」そして行きました。 飛行機に乗って離陸して間もない時から約30分ぐらい飛行機の翼羽根がねもうめこういうふうに踊っていましたこう,こういうふうに踊るほどの何キロにあって飛行機がもうとんでもない揺れがありました手すりをつかまってひかにうちの感じはすごい落ち着いてますね家見知らしい 慌てないで祈っていた本当にこれほどの戦い戦いいっぱいあっても飛行機がこれぐらい揺れたことは一回もなかっただからこれほどの戦いだろうとはもうすぐ分かるでしょう。わこれは戦争だと思ってしャー祈りました9時間ぐらい飛行機の中にいたんだけど途中で幻は見えた。 これぐらいの宝石、磨かれた宝石が見えたの。だからそれを私がリングにこれをつけるべきだから。リングを求めたときにリングはもうすでにあったのこちらに。で、これをここにはめればいいの。ただ、今そういうレベル、段階なんだと。これを主は示してた。なるほど。もうここまで来たら間違いないでしょう。うん、ハレルヤ そして経由地であるその真ドと,というところに着陸する寸前に虹が,が立ってます虹が牧師はどっか行くときには彼を祈るとこういう印をし与えてくさるんで虹が立ってるこれは神の約束のあか計画の中での約束だから何か立ったのそう <laughs> これはねこう丸くなっていたの本当は私の目には丸くはっきり見えたけど 写真を撮るときには真ん中がこう切れてる。でもこれが理事だと見えない人はあんたは問題大きく悪い。見えると同じだ方がいいです。見えますでしょ <laughs> もう一枚こちらの方。ああこれがこ繋がっていたのね。繋がっていたんだけども写真には両方しか撮れなかった。OK これがナドというところあ,あ もうますます神からの確信が与えられて間違いないんだなと行きまして当日はもう夜着いたからすぐえっとホテルで寝ましたそしたらサモ人が途中で「あまだ寝てないの?」と一瞬寝て起きた時に夢を見たら空中にミミズのようなうちのようなものが漂っているいっぱい。 それでイエスの皆でと追い払ったらパッと一瞬亡くなったってこんな夢を見たと空中に漂う勢力は空中勢力はサタンの勢力だハルディアサタンの勢力は竜,なんだ竜であるはずなのに竜が耳のように宇治のように細く小さくなっているこれは衰えたっていうのなんで東京から祈っていたから祈っていったから邦外さあそういう勢力と戦ったから飛行機がこう揺れていたわけ。 それを沈めたから、主が理事を立たして、主が共にされる計、計画の中で約束される部分が示されて、そして、サタタの勢力は去っていくのをサムニーの夢に見せた。それでサムニーはイあー、えっと、エリアがエリシャに油注いで、自分の 弟子にする出来事があったでしょう今回のインドネシア訪問がまるでそういうものだと主からサムニンに示しがあったサムニンに私に示しがあって私は宝石をリングにつければいいそれから2日目の夕食の時にちょうど海辺に食堂ができてて 食事した後空が暗くなって、もう肉眼では見えないほど空が暗くなったときに、いきなり写真を撮れという、撮りたいという思いがあって、空を見上げて、見上げたらもう暗いのに、でも撮りたい、撮りたいと思って、ただ一瞬撮りたいと思えば、これ空じゃないと思って祈りながら、カメラを空に向けて倒したら、目にはっきりと何か見えてきたの。なんだ、一瞬。 写真をどうぞ。何か見えますか説明します。これは額のところ、これは目、これは鼻、これは口の手、広いのがこの歯が見えます。これは顎、こういうの。見えますか見えた人、これは。OK、うん、見えない人。 やってみなさい。こちらからなんか見えるのがないの。光。光が差し込まれるのは見えるでしょ空なんだから。地上だったら、書いたとかなんか、あるはずだけども、それ、それ、ね、そういうところなの、空となの。上。だ、ああいう光が存在しない場所なの。雨。なのに、光が、この、この辺から。 あの悪いやつの後ろの方この首の肩の方首の方から後ろから光が差し込まれる見えたでしょああオッケーさあ皆さんサモニと私とこの,この小さな体が1億8千万が住んでる国へ行って運命に座ってるこれもこのサイズそこなんか被害するのはこんな巨大な力なんか見た目で感じられないでしょ あなた信仰がないからね。なのに、空にはこういうことが神から示されるの。アメンですかこれ何を意味するのか。インドネシアは2億8000万のクリスチャンがいるそうですよああ。ああ、人口が世界4位だ。すごいびっくりしたの。2億8000万の中、クリスチャンが2000万だって。クリスチャンが2000万。 なのに相変わらずサタンはそこを支配してるの。今クリシャンが2000万いてもそこでいろいろ選挙いろんな形で選挙していてもあれを打ち砕くそういう選挙に至ってないの。だからなばかりのクリシャンが2000万もいる。2000万の数はな。な何が意味なくなるのかもううちは知ってるの。あは相変わらずクリシャンが2000万いてもサタンは相変わらず支配者なの。 そこに光を差し込まないといけないの。これは EMC の使命なの。うん、上野でやってても入るべきなの。なんで、悪の勢力を砕けないと、本当の意味では救い出せないからよ。同じレ話は同じです。まだありますが、長いから、これだけを取り上げるんだけど。だから2000万人のクリスチャンがいても、本物の救いに至る信仰に導くのは敵対から相変わるサっタンか めんめんとあの顔を荒らしてじゃない。2日目の夜に。パレビヤ、こういうのを陸腕では見えない世界を見破って、陸腕では見えも、いや陸では勝てない、サタンの勢力を砕いて勝利するためには、生霊の力がないとダメなの。聖霊のの、ひたすら聖霊によって生きる人じゃないと、こんなサタンとの戦いに匹敵って,きてくるわけがないでしょう。 雨ですだから EMC を立てる必要があるんだってことなの。あめ ?EMC があの光のように首の方から入っていって首を切るべき、光の剣で切るべきです。あめですかそれを主は見せつの。こういうレベルの話があるから先週、インドネシアに生かされたの。それを誰がやるべきか。 キム,キムヒョン幹事の娘がそ,うそのために呼ばれたってことなの。と光の役目を差し込みまする役目は誰がやるんだヒョジュが君がそれをやるべきだと。こう言ったら本人が笑いながらびっくりし,ましてましたよ。昨日は3日前にイエス様の声が聞こえたって。君がやってくれないか君がやってくれないか と声を聞いたのに3日前に僕しか言って君がやるべきだと同じ話を繰り返して確認させてくれたでも初めの日これを言って寝て起きたら、ね、これを最初君がやるべきだと伝えて寝て起きたら、ね、卵を持ってきた朝食事に卵をのせたものを持ってきたの卵をのせたものがカモのこのカモの足にカモの足がこの カムの足首にが土台とあのとその土台の上にカムの膝までの足がついているのその上に卵を乗せれる小さなその、えっと、お皿のようなのがついている卵を乗せて持ってきた卵を取ろうとして一瞬見えたのがカムの足だったのそれがこっちに向かっているの韓国語でカムの足を足すなっていうのはあるの 聞いた話見た話を知らんぶりするときにカモの足を足すと言うんだけど何カモの足がこっちに向かっているの何ヒョウジ何でカモの足を足しているの何でオリバルネミナオリバルネミルだ聞いてなふりをするそう言ったら本人がびっくりしましたよ自分が持ってきて届けたその卵の足,足が本当はカモの足になってこっちに向かっている その夜本人はなぜ私ですかーセのように。ーセのように、なぜ私ですか他の人を突っ込ませてください。おばあちゃんでしょ、韓国の。私じゃないでしょうと、そう祈ったらしいよ。それが朝、自分が持ってきた卵のをのっけたその足がカムの足になって私にまだ本音をばらしてくれたの。寝てる間に、神が示しておって、朝起きて、 ためらうんじゃない、躊躇するんじゃない、今そういう時じゃないとずっと祈ってたのにやっぱり鴨の足を足してきたの彼女がそしたらびっくりして「本当はモーセの絵にしぼんはなんで私ですかおばあちゃんだないんですか?」と呼ばれていると気がつかなかったからよ考えてもなかったのにいきなり日本遠くから牧師が来て「も坊」と呼ばれてたんだと言われたらびっくりするでしょう。こういうことがありましたねしかし。 なぜ2000万人もいるクリスチャンが国に彼女が EMC を立てないといけないのかサタンは相変わらずそこを支配しているからよ。これをただ神の光の剣で首を切るような働きをしないといけないと主が見せている証拠がある。これは肉眼では見えない話。しかし写真には撮れたんです。ハレルヤ。神の人になって聖霊によって生きると。 神の世界とこの地上とのつながりの中で神と共に神によって生きることができるようになるそうなった時に初めて本物のチャ者になりますそれで教会が世に打ち勝つようになりますですかアメーそこには8割80%以上がイスラム教徒なんです それも砕くのには人間の力ではとても無理です。精霊の力で彼らを砕いたら彼らはもうすでに準備ができているの何がそこのクリスチャンたちはみんないい加減なのに彼らは毎日国会のか中か祈りながらイスラム教徒たちはすごい宗教心が強くて君主のになっているそれにイエス様を植え付けるとともなります。 クャのレルヤインドネシアに EMC が建てられてこういう働きをすべきだとこれが神の計画だとそれを知らせるために選手は3泊4日間インドネシアに行ってきたという話を皆さんにいただきますならば EMC は今まで皆さんに ただてきたとおりに、2000万人いても、神の人らしく生きてない人々を開かせるべきですよ。本物に生まれ変わらせるべき使命があるの。そのために、インドネシアにも EMC が建てられて、空調勢力をまず砕いて、それからその縛りから、名ばかりのクジャンたちを助け出すべきですよ。 で2億8000万もいる世界4位の人口の多い国の人々を胸に抱いて救いのために祈って救い出していくべき使命が EMC の使命の一つであると信じたいと思だけがアーメンとを支援たまに思い切ろうくて日本ネットから地の果てまでが皆さんと私の恐怖であります縄張りであります我々の責任です本当に信じますか 本当に信じますかインドネシアに対するイメージがもう変えられたんですよ。クは日本人口の倍以上いるの。神においては大勢の救うべき子どもだっていることなの。クリチャンが2000万もいるの。でも、右も左も分からないの。サッタンとの戦いも分かってないの。だから、クリチャンだと思ってながらもサッタンに縛られたままなの。これを本当に解放させるために、皆さんの正しい 信仰と力が、聖霊の力が必要であります。意味が見えてきましたかただ、虹を持って、サタンの横顔、写真、それ,でそれをすに差し込む神の光の剣、具体的に何をすべきであることが示されたんです。ア,アーメンですかこういうすごい任務に、チム・ウィン事の娘が総生児に選ばれて、 모스니 인도네시아니 서미쪄 이대대 인도네시아어가 베라베라 에이고가 베라베라 너니 중국어고다ต까 뭐 한국어도 되기로 벼라베라 준비가 되기도 너. 따라 안따갔다 봐 뭐시 시따가운다면라 거기에 있는 한국 이나우데 거기에 있는 인도네시아 신다. 니니 없고 하슴만고 스쿠트 시매칸니 뭐할 벅이다ต. 히어 뜨께대 후이. 알로시야 分かりましたこういうすごいのが神の計画の中にあってインドネシアも2000枚いても無駄だこれは新しくして本物にしていくべき使命がまさに時を迎えた EMC 皆さんの使命だろうと信じたいと思った人だけがアーメンタをお客様に思いっきり送って。 イエス